はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書2章テスト対策やっていきます。で、今回はこの4問やっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。もうじゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番が、2000円の A% は何円か A を使った式で表しなさい。まあ、今回はその A を、まあ、ある文字を使った式で表せとか、ある文字を用いた式で表しなさいっていうタイプの問題です。で、パーセントの使い方っていうのは、その本編、このテスト対策じゃなくって、中学校1年生の数学の時にもやってるんですけど、2000円の A% って言われたら、まあ、円じゃなくてもね、2000の A% って言われたら、まずやり方覚えちゃうと楽です。2000っていう数字かけるパーセントっていうのは分母に100分のをつけます。100分の A ね、今だったら。ってしないと、計算の時に使えないんです。こうやって。パーセントは100分のでやる。だからもし、A 円の 3% みたいな感じで言われたら、A かける3%だから100分の3ってやって使っていけばいい。で、もちろんここで止まっちゃいけなくって、ここ約分します。100と2000、0、2個分なんでこうなる。で、分母消えるから残ったのが 20A。まあ一応単位つけておきましょう。括弧 N。これで終了です。パーセントはすごく定期テストで出されやすい。出されやすいんですけど、やることすごく簡単なので、まあ、覚えておけばね、解くことできますんで、こんな感じでやってみてください。で、2番。で、2番は図形なんですけど、縦が X です。で、横は縦より3センチ長いんです。そんな長方形の周の長さを X を用いた式で表しなさいと。で、図形が得意な方は頭の中でできるでしょう、きっと。ただ、特に女の子にね、図形苦手な子多いんですけど、その、図形苦手だなって、ちょっとわかんないなって思った時は、簡単な図を書いてください。これは長方形だろうと正三角形だろう、まあ、と、なんか三角形だろうと、ね、正方形だろうと関わらずで、フリーハンドで構わないんで、まあ、長方形、今横の方が長いって言われてるから、まあ横が長い長方形をまあ書いてみます。で、書いて何するかっていうと、長さ埋めていきます。例えば、今縦が X って言ってるから、ここ X ですよね。で、もちろんこっちも X です。縦だから。で、横が縦より3センチ長いんです。縦って今 X だよね。つまり、横が X より3長い。つまり、X プラス3ですよね。3長いから。だから、横のところは X プラス3って、両方ともね。こう書き込むことができます。で、今出したいのは周の長さ、つまり周りの長さなので、x と x プラス3と x と x プラス3全部足したのいくつで終わり。で、今 x4 つあるので、4x。で、プラス3が2個あるから、プラス6。で、一応単位書くと、センチメートルと。こういう風にやってみてください。図を書くのは絶対ではないので、頭の中でできるんだったら全然構わないんですけど、そう、苦手な方とか、こう書いていく、図を書いていくと、情報が整理されて、頭の中でひらめきやすくなるので、まあ、もしね、よかったら、こういう風にやってみてください。で、3番が平均ですね。ちょっと問題長いんですけど、読みますね。1個 A kg の荷物が3個あります。で、1個 B kg の荷物が5個あります。まあ、全部で荷物がいっぱいあるんですけど。で、これらの荷物の1個あたりの平均の重さを AB を用いた式で表しなさいと。で、これは解き始める前に確認しておきましょう。平均の公式です。これは小学校の時にもやってるんですが、平均っていうのは、これ言葉ね、多分みんなが習ったのとちょっと違うかもしれないんですけど、自分はね、合計割る数っていうのをよく言うんですけど、合計割る数で平均を出すことができます。で、今だったらまず数の方が楽だね。数っていうのは人数とか個数とかなんですけど、今だったら個数だね。
全部で荷物は3個と5個、全部で8個あります。だから今数は8です。いい？で、合計っていうのはこの8個の荷物の重さの合計を出したい。でもいきなり出すことはできないですけど、 A キログラムが3個あります。 A が3個あるんだからかけて 3A ですよね。 A が3個だから 3×A で 3A。 B が5個あります。これは B が5個だから 5B だよね、かけて。で、 3A と 5B を全部と合計でって言われてるんだから当然足します。こうやって。で、3A プラス 5B を8で割りたいんで、ちゃんと書くならカッコがつきます。こうやって。まとめなきゃいけないからね。ワンセットだからこれ。1個のセット。これで式終了です。今やったのは合計を出しました。まあ、文字使ってね。で、数は全部で8個だから8使いました。じゃあ、答えを書きましょうと。で、もちろんこれは答えじゃないです。割り算残ってるとまずいからね。で、5÷3 とかってあるじゃないですか。割り切れないやつ。5÷3 みたいな。これで分数にするとこうなります。5÷3 は3分の5なんです。だから、これも同じように8が下にやってくると。だから、長い分数書いて、棒書いて、8分の 3A プラス 5B。で、単位は重さやから、キログラムか。キログラムと、これで終了です。で、答えの書き方として、8分の1カッコみたいな。例えば、ここに行こうか。8分の1カッコ 3A プラス 5B とか、8分の 3A プラス8分の 5B なんて書き方でももちろん大丈夫なんですけど、自分この書き方が一番好きなんでね、これでよくやるんですが、まあぜひこんな感じでやってみてください。で、4番ですね。まあ、この2桁の自然数の表し方もよく出てきます。で、今回は10の位が9、1の位が y。まあ、10の位が9って言ってるから、90ほにゃららっていう数字ですね。で、1の位は y なんですけど、それを2桁の自然数 y を用いた式で表しなさいと。で、やっぱり一番やりがちなミスは、9たす y って書くパターンですね。まあ、9と y 足せばいいんじゃないみたいな感じになっちゃうんですけど、これ答えからいきます。答え。90たす y。これが答えです。で、なんでかっていうと、まあ、10の位と1の位ありますよね。これ10の位ね。こっち1の位。今、10の位が9って決まってます。だからまあ、さっき言ったように92とか95とかわかんないけどね。90ほにゃららなわけですよ。確かに、位、10の位に書いてるのは9っていう数字ですけど、10の位が9。になってるってことは何表してるって、こいつは90を表してるよね。まあ、さっきからしつこく言ってるけど、92とか93って数だから。10の位が9っていうのは。だから、書いてる数字は9なんですけど、表してるのは90なの。こいつ意味はね。で、その90に1の位が y っていうのは、まあ、1の位って1、2、3、4だから。そこに書いてある数字がそのままその数字のことを表すじゃないですか。例えば、ここが5だったらもちろん5を表すの。10の位が5だったら50の意味になっちゃうけどね。1の位はそこに書いてある数と意味が同じになるからさ。つまり y を表してると。だから90と y を足せばその2桁の自然数を表すことになります。で、今回はこの出題の仕方にしたんですけど、一番出てくるパターンは、本当はね、10の位が A、1の位が B、もしくは、今回だったら10の位が X、1の位が Y。まあ、今回ちょっと合わせよっか。まあ、文字はね、いろいろあると思うんですけど、こうやって両方の位に文字が来る。で、それを2桁の自然数をこの XY を用いた式で表しなさいが、これが一番多いです。本当はね。で、これはもしやるとしたら、10の位が X なの。だけど、10の位が X だからさっきやったように、9だったら90を表してる。つまり9に10をかけたものを表してるんだよね。ごめんね、当たり前のこと言ってる感じするかもしんないけど。だから、ここが X だったら、X に10をかけたものを表してるんです。10の位が X だから。だから、これは 10X ってなります。で、プラス、1の位もね、そのままで構わないんで、10X プラス Y っていう風になるんですけど、ぜひね、これも、まあ、こっちの方がよく出てくるんですが、逆に、これって、まあ、塾とか問題集、ワークとかでもよく出てくるんです、これ。だから、
まあね、言っちゃうと悪いんだけど、結構暗記してる子なんかも多いの。こう出されたらこうみたいな。で、そこをね、逆手に取られて変化球で出されるんだよね、こうやって。逆に片方数字で入れてみたよ、みたいな。これは自分が塾講師やってる時に結構先生がやってくる手法で、で、逆に変化球でこっちに出されると間違うんだよね。っていうことをすごい印象深かったんで、自分がやってる時に。なんで今回はこっちでちょっと一応出題しました。これでね。だけど、こっちも覚えてください。ぜひ。いいかな。まあ、こんな感じで解けますので、ぜひね。まあ、自分の力でできるようにしてみてください。では、今回は中学校1年生の教科書2章のテスト対策やらせていただきました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。では、引き続きね、テスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。